皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。今日は以前からお伝えしていた通り、おしすじ座の新月の日です。おしすじ座は思い立ったらすぐ行動の直感派、まさにこの4月1日にふさわしい星座なんですね。なかなか新しいチャレンジに一歩踏み出せない方や、頭で思い描いてばかりで行動に移せないという方には必要なエネルギーを授けてくれます。今日はそんなおしすじ座のエネルギーを倍増させて、なおかつ新月の浄化反応、好転反応を和らげる遠隔ヒーリングをお届けしたいと思います。ヒーリングを受けていただく方は立っていても座っていても大丈夫なんですが、できるだけ全身の力を抜いてリラックスするようにしてください。画面の前で目をつぶって感じていただくだけでもいいですし、ただぼーっと見ていただくだけでも大丈夫です。ただできれば動画の中でエネルギーを送りながら声でちょっとした誘導をしていきますので、それに合わせてイメージングもしていただければより効果が上がります。画面は見なくても音を聞いているだけでもエネルギーが通るように設定しています。ぜひ音はオンにしてご視聴ください。はい、ということで早速始めていきたいと思います。それではおひつじ座新月のエネルギーヒーリング、お楽しみください。手と手の間にあなたのハート、胸の部分をイメージしてください。あなたのハートはどんどん癒されていきます。手と手の間にあなたのお腹をイメージしてください。あなたのお腹に溜まった未完了の感情や我慢してきた気持ちが解放されていきます。
手と手の間にあなたの頭をイメージしてください。古い観念をクリアにしていきます。手と手の間にあなたの DNA の螺旋をイメージしてください。 DNA が修復され、 DNA の色が鮮やかになり若々しくなっていきます。DNA の一粒があなたの体の中に入って、体全体にきれいな DNA が広がっていくイメージをしてください。それでは今日のヒーリングは以上です。この動画は公開しておきますので、
何度でもご利用いただけます。あなた自身とあなたの人生の変容をこれから楽しまれてください。それでは今日もありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。